クララ・ロックモアは、リトアニア出身のテルミン奏者。クララ・ライゼンベルクとして、ロシア帝国、ビリナ兼、ビリナに生まれる。幼少期には、バイオリンの天才であり、5歳で、サンクトペテルブルク音楽院に入門し、入門を認められた、最年少の記録を残す。バイオリンの達人レオポルト・アワーに支持する。不運なことに、幼少期の栄養失調による骨の障害で、10年来の、 バイオリンの演奏は諦めざるを得なくなるが、それによりまだ新しい電子楽器であったテルミンと出会い、最も巧妙な奏者になることとなった。クララは、ニューヨークとフィラデルフィアで、オーケストラに、ソリストとして参加し、またポール・ロブスンとのアメリカ全国ツアーを行って、聴衆を驚かせた。1977年には、初めての商業版となる、ザート・オブ・ザ・サーミンを発表した。 このアルバムは、ロバート・モーグの妖精により作られたもので、クララとコンサートで数回共演していた姉・ナディア・ライゼンバーグを特集した。レフ・テルミンからのプロポーズを幾度となく受けるも、法律家のロバート・ロックモアと結婚し、以後は奏者としても夫の姓を名乗った。1998年5月10日、ニューヨークにて死去。87歳ボー 健康状態が一年ほどで急激に悪化する中、姉の孫娘を見るべく生きようと決心し、またそう公言していたが、クララが死んだのはその子が生まれて2日後だった。クララはクラシック音楽の教育を受けていた点で、当時の他の多くのテルミン奏者に対して大きく有利だった。また、テルミンは平均率によって定められた音だけでなくどんな音でも出すことができる楽器で、 また楽器に触れることではなく近づくことで演奏するため、その音色は奏者の動きにかかっている。クララが絶対音感の持ち主であることは演奏する上で役に立ったほか、とても正確に速く体を動かすことができたことも強みとなった。クララは運指法を含め独特なテルミンの演奏方法を確立した。この演奏法を用いることで、クララは 早い曲や音の跳躍を含む曲を、より一般的であったポルタメントやクリスサンドを使わず、正確に演奏することができるようになった。一方クララは、テルミンという楽器の限界も理解していた。彼女はレフテルミンと個人的に親密だったため、テルミンのデザインと進歩について提案し、その改良を助けた。例えば、奏者の姿がより見やすいようテル、ミンの高さを低くしたり、 ピッチアンテナの感度を高めたりしたほか、楽器の演奏できる音階を3オクターブから5オクターブに増やすように提案したのもクララである。多くの大衆がテルミンができることにやや後ろ向きな結論に至る中、クララはその芸術的な手腕で批評家のテルミンへの印象を変え、1938年にニューヨークのタウンホールで大規模なコンサートを行う頃までに次第に有名になっていた。 2016年3月9日には、クララの生誕105周年を記念したアニメーションが制作され、Google の Doodle に採用された。2007年、アイルランドのエレクトロポップバンドザ・ガーランド・カルトは、アルバムプロテクト・イワセルフ・フロム・ハリウッドの中で、クララの名がついた楽曲を公開した。カナダの作家ショーン・マイケルズは、2014年のスコティア・バンク・ギラー,ー受賞作の小説アス。 コンダクターズにおいて、クララとレイフの関係についてのフィクションを描いた。ありがとうございます。